みんなに石垣のことを勉強してもらいたいなと思って今日ちょっと時間をいただきました。もう本当に想像すると分かると思うんだけど、かじったらものすごく渋いです。でも外で干すことによって渋みが甘みに変わります。今日食べる石垣もそういったことを思いながら食べてくれたら嬉しいです。どうしてもっていう人は切るので、食べないじゃん。どうしてもじゃない。食べるのが楽しみです。はい、好きです。熟し甘いところがですね。